ニスコーチチャンネル。どうもー、テニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。ですね、今回は結構大作です。全部で4回、やっていきたいと思います。何をやるかっていうと、その名もテニス維持完全攻略。テニス肘を、徹底解説していきたいと思います。テニスをやられてて肘痛めちゃってる人結構多いですよね。サポーターしてる方。あとやっぱテニスのコーチも、テニス肘の知識を深めて少しでもね、こう指導の役に立てていただければと思ってますので、これをやっていきます。まず本当に序章で僕がまずはレッスンして、で、こういう肘の怪我が多いなって思うのを紹介していきますので、見てください。2回目以降はちゃんとお医者さん、それからトレーナーの人とコラボして、徹底的に解説していくので、楽しみお待ちください。それでは行ってみましょう。はい、まずは僕がレッスンをしてて多いなって思うこのテニス維持の原因、これを、まあ、現場目線からお伝えします。でやっぱり一番多いなって思うのは、僕はバックハンドのこの外側のやつですね。外側のテニス肘が一番多いかなと思います。もう原因は、僕がレッスンしてて見てる一番多い原因はやっぱりバックハンドで、こうフォアハンドのグリップに近いまま打ってしまう。手首が曲がって肘も曲がったまま、ここの間の筋がピンって伸びたままボールに当たってしまって、ここにピキって衝撃が来ちゃう人が、これが一番多いかなと思います。これ直すのは、指導の目線で直すのは簡単で、グリップをバックハンドイースターにしてあげる、もしくはフォアハンドのままだったら手首が内側に曲がるようなスライスにしてあげるとか、そういうふうにすれば肘は治ります。内側に多いのは、まあ、フォアハンドって痛める人よりは僕はサーブの方が多いような気がしてて、プロネーションで痛めてしまう、フラットサーブが打ちたくてプロネーションで痛めてしまう人がこのバックの外側の次ぐらいに多いんじゃないかなって思います。改善策としたら、プロネーションをやるときにいきなりこうバンバン打つんじゃなくて、まずはやっぱゆっくり動かしてあげる。大人になってからこの会内動作を始めると、子供の時より関節の可動が狭くなってるんで、やっぱりなかなか動かしづらいですから、やっぱりゆっくりスタートしてあげるっていうのが私は大事なんじゃないかなと思います。あとはやっぱこのヘッドダウンした時に、ここがこう行き過ぎちゃってここに痛みが走るって人が多いかなと思います。僕もこれは経験がありますね。めちゃくちゃ脱力してサーブを打ってた時にここが伸びすぎちゃって肘が痛くなったことが僕もありました。サーブは確かにこう振る幅が増えるんでいいのがいくんですけど、ちょっと伸びすぎちゃって痛くなっちゃったんで、僕これ改善したのはやっぱ適度な緊張感を少しだけ持って、脱力はしてるんですけど、こうダラダラにするんじゃなくて、少しダラダラの時よりは緊張感を持って打ってあげることで、ここが後ろに行き過ぎなくなりましたので、そういう改善の仕方があるかなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。タッチ、衝撃が はい、どうでしたか。まずね、僕がレッスンやっててこの辺が多いなって思うところを、紹介しました。次回以降はお医者さんが登場します。で、徹底的に解剖していくんですけども、やっぱり結構ね、ピンポイントでこれが原因、これが原因っていうことよりは、
広い範囲で解説していただきますんで、少しでもこれ当てはまるなとか、そうだったんだってのがあると嬉しいです。今まで思ってた常識的なことと違うことも出てきます。道具についてとか打ち方についてとか、あとストレッチの方法とかも解説していきます。4回あるんですけども、ぜひ全部見ていただいて、長くね怪我をしない体でテニスをしていただければと思いますので、見てください。それでは今日はここまで。じゃあねー。あははは。